直江氏関連系図直江氏は日本国の市政。ここでは藤原聖直江氏について記述する。直江氏は藤原京家の藤原丸ロを演祖と仰ぎ、越後国首機軍、直江省を領して直江氏を名乗ったという。あるいは、神氏の一族であるとも言う。しかしながら、系譜に関しては不明瞭な部分が極めて多い。直江氏の動向は、 なお地ちかの代までは明確でなく、表舞台に現れるのは、戦国時代に入ってからである。元は本与板城主、飯沼氏の旗本であったが、英章11年に、飯沼頼り清が、長尾ため影によって滅ぼされると、長尾氏に侵入し、本与板城主となる。地下綱の子、影綱は、長尾影虎の旗本として、政治、軍事両面において活躍し徴用された。 影綱には、男子がなく、宗者長尾氏から長尾東九郎を娘、お船の婿に迎えた。影綱の後を継いだ信綱は、お盾の乱で、上杉影勝方について、勝利に貢献し、継承の下でも、直江氏は徴用された。1581年に、信綱が暗殺されると、継承側近の樋口兼次が未亡人となったお船の婿となって、直江氏当主となる。 金継は、豊臣秀吉に接近して、家中での地位を高め、養殖をことごとく自らの与党で抑えて、絶大な権勢を誇り、合図天保後は、売信のみながら、米沢三十万国を領した。秀吉没後、継承が、徳川家康と対立すると徹底抗戦を唱え、自らも二万余の兵を率いて徳川方の最上、義満光と戦ったが敗北を喫した。 関ヶ原の戦いで東軍が勝利し、上杉氏が米沢へと現意法されて、以後、金継は徳川家主月神、本田正信に接近し、その子正重に娘、尾松を嫁がせて、婿養子に迎えた。さらに翌年に、尾松が亡くなると、名の後らを養女として、正重に嫁がせた。その結果、正信の仲介で、着難影明の嫁に、 ゼゼ藩主戸田市鉄の娘を迎えることに成功した、金継は、江戸時代に入っても、県政を保持し続けた。正重が、金沢藩に帰参すると、影明誕生前の養子であった、本城長房をはじめとする多くの家臣が正重を、追って、後名と共に、加害をもむき、正重に仕えた。加えて影明が父に先立って救世したため、金継は、 後継者を変いたまま死亡した。再び未亡人となったお船は養子を迎えなかったため、直江宗家は断絶した。米沢藩では、一門で後家の畑山修を中心に、金継は、上杉家の原稿をもたらした関心と評され、米沢に移した直江氏の母大寺、徳庄寺も破却されて、よ田に追放されるなどした。しかし二十世紀に入ると一転して金継が、 称賛されるようになり、従来の評価が一変して、今日に至っている。直江え月げの弟、笹井正信を初代とする、直江家臣であった。正信の孫、笹井康信は、金継ぐの妹をめとっている。その子、笹井重則は、本田正重に仕え、加賀本田家の重心として、戦国を漁師幕末まで、続いた。また、重則の叔父で、 松本助義の名跡を継いだ。松本康次は、上杉家に残り、以後も上杉家臣として続いた。ありがとうございます。